エバー航空本社、ビルタイモールショッピングセンター、大竹観光級観光園足竹ケ区は、台湾桃園市東北部の四角区。台湾西部における、交通の要衝として近年急速に開発が進んでいる。足竹ケ区は、桃園市の最北端に位置している。地勢は、東北から南西に向かって伸びており、東北は、丘陵地が形成され、全豪面積の1、3を占めている。 南西部は平坦な田園地帯が広がっている。行政区域は西側で台湾東円国際空港に接していることから国際航空貨物の集積地として発達している。約400年前、足だけは足と竹が多い、茂る荒涼とした土地であり、原住民とオランダ人の居住地が点在していた。後期末年、関東商華一帯の住民が南港を用い、 台湾海峡を挟んだ交易を開始し大いに栄えた。行成年間には、福建省昭州、泉州の人間がこの地に入植し、現在の発展の基礎を築いた。1895年、日本による台湾統治が開始されると、行政区域に対したびたび改変が加えられた。1915年、東園にはじめ町が設置されたが、1920年には、 将が廃止され、州が設置されると、東園町ももか保が、管轄していた、新港、福京、中高、新城湖、大竹が濃い、足竹、南下、南病口、南内及び、台北町八里、保が管轄していた広告地、広子街、広後の十二省が合併し、新築州東園群足竹省が誕生した。1945年に、 中華民国により領有された台湾は、翌年1月11日に足日里と,と改められ、桃園県の管轄となった。1950年に地方自治が自走されると、新築県は桃園県、新築県、苗栗県に分割され、足日里は桃園県の管轄となった。2014年1月10日の人口統計で15万人を超え、同年6月3日に、 剣活師となった。2014年12月25日、東園県が直活師となり、東園師と解消したことから、足竹師は足竹区と改名し、剣活師になって、わずか6ヶ月で死活区となった。足竹特警堂、ありがとうございます。